いるな。倒して、売れない。倒して、倒して、上にいるやつも倒して。今回はね、こちら、そう。こいつのね、ビリーがね、ちょっと俺すごい気に入ったんで、こいつをね、早速購入したいと思います。さあ、買いました。ちなみにこれ、アサルトライフルはね、これなんだ？ガリルっすね。これの好きな銃なんでね、特にこれやっぱりね、使っていきたいと思います。間もなく移動するぞ。さあやってまいりました。久々の、ハードポイントです。まあ途中参加だけどいいでしょう。見てみて、赤くなっててね、いい感じですよ。血だらけで。待って、色確認したい。お、紫、あれ赤じゃなくて紫っすね。紫の血が出てきてる。うわ、かぼちゃ男やん。何えぐこれ紫のなんか血だね。あ、でもかっこいい。あ、赤もあるっちゃあるけど、赤の火花と紫の血みたいなのが出てるっていう感じのエフェクトっすね。いるね、ここ。おっと、奥にもいる。さあ、味方そっちから行くんだったら。まだいる？ナイス。さあ、そこは味方にかましてもらって。いないっすね。カウンターうぜえな。そうで、これカスタムなんだけど、一応、サイト外して、角間がだけつけました。サイトはいらないんでね。こっちか、ポイント。それ以外はデフォルトのカスタムなんですけど、デフォルトっていうかその買ってる状態のカスタムなんですけど、そのカスタムが普通に強くて、間違えた、俺 C4 の感覚になるんですね。いつも使ってるカスタムとね、そこまで変わりがないんですよね。なんかステッピン加工みたいなやつ、ステッピン加工じゃねえか、そのなんかエイム速度速くなるやつだったりとか、モノリシックサプレッサーとか、普通に俺が愛用してるようなカスタムがあったんで、普通にこのカスタム、そのまま使っても全然問題ないかなとは思います。はい。で、ガリル持ってない人はね、この武器買えばね、もうそのまま使っても、危ねえ。危ねえ。全然使えるレベルでね、強い武器っすね、これ。カスタムが。この先いるな。100倍いるな、これ。さあ、味方。あれ、いい裏取りだな。ナイス。うわー、さすがに腰打ちはきついか。なんかちょっと久々にハーポンやってるからなまってるかもしんないな、これ動きが。まあまあまあ、ちょっとね、慣れつつやっていきましょうか。ここいるね。わっ！うわっ！出たよ、ショットガン。あのね、俺がね、ハーポン最近全然やってなかったのが、あのショットガンがね、今蔓延してるって聞いて、それを恐れて俺はやってなかったんですよね。やっぱいましたね、早速。おっと、危ねえ。楽しかったね。オッケー。おっと、そっちにもいたか。間違いないな。そう、だから最近ね、ずっとウォーゾーンばっかやってたんで、ウォーゾーンとか、あと CW か、とかそっちばっかやってたんでね。結構、久々のハーポンチケット、頑張っていきましょうか。OK？ 危ねえな。ここいたんだよな。お前だ。ナイス。まだいるね。7発いけるかな。グレネード投げれねえ。 OK。 さあ V トールまで出た。おっと、あ、ナイスカバー味方、マジ助かったぞ。ここいない、来ないか。味方グレで飛ばされて、ナイス UAV。 これ出しちゃうか。待って、後ろいる、後ろいる。これ何、それいたぞ、赤点あったぞ今。オッケー、ストッピングパワー中立し、ポイント取られてんな。いや、これ非公開いったん。オーマイガー。オッケー、ヘリガンナーつかサポートヘリまで出して、うわ、すげえ撃ってる、すげえ撃ってる。こいつら対空意識やべえな。うわ、落とされたんだけど、やば。うわ、なんだよそれまあいいや、さあサポートヘリ出して、まあヘリガンもね、ちょっと早めに出しちゃいますか。うわっ、張られてた完全に。ヘリガン出しましょうか、もうめんどくせえから。オッケーオッケー。さ
さん途中参加の割に結構かませてるんじゃないですかね。さあこいつは結構対空意識やべえから早めにあのミサイル打ち切っちゃってなるべくかましたいですね。ほら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 、あーやっぱ早いね、遠心で落とされた。まあまあいいっすかね。さあなんかデコイみたいなのがあるな。 OK、 ここ沸かね。さあストッピングパッチにしていって、そうでもねこのカスタムね、スライハンドがないんで、俺普段スライハンドつけてるからちょっとそういう意味でやりにくいっすね。あれショットガンかな、来ないかな。さあちょっと一旦引きましょうか。若干危なかったけどなんとかなってるっていう。右いるよね、もういないかな。いやいるんだよな、ここにいる、絶対いる。オッケー、うわ怖い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 、来ないかな。オッケーオッケー、さあストッピングパッチにしていく。ビートル出しちゃいましょうか、美味しいんじゃないの。ナイスナイスカバーナイスカバー。あれだな、スライハンドないとやっぱりリロード遅いからちょっと気をつけないと怖いな。今センター行ったけど、いたねいたね、危ねえ危ねえ。さあサポートヘリ今出して、あもう試合終わっちゃうねこれね。いないこれ、 OK、 試合終わっちゃいそうだからもうここでちょっと怖いけどこの位置でヘリガン出しましょうか。あれ出せねえ、なんか出せないんだけど、なんか出せねえな。オッケー、なんかヘリガン出せないけどまあいいや、もう試合終わっちゃうしね、あんまり関係ないでしょ。ウィルナ倒して、売れない、倒して倒して、上にいるやつも倒して、あどこっすかね、あいた、危ない危ない、うわーそう囲まれた。なんで俺ヘリガン出せないんだろう、なんかしないけど出せないですねあーまあまあ、あれサポートヘリ出してる時って出せないんだっけ。あ忘れてた、そうかもしんねえ、そのせいか。そっかそっか、サポヘリ出してる時ってヘリガン出せないんだっけ。あんまり俺サポヘリと同時に出すことないんでね、サポヘリの時、うわーマジかよ、結構いたな。サポヘリの時って大体V トルと一緒に出しちゃうから。はい、といったところでね、試合が終わっていく。まあ、途中参加の割になかなか無双できたんじゃないでしょうか。ていうか、このカスタム普通に強いわ、このガリル。いや、ガリル持ってない人はこのカスタム買えば普通にもうそれで全然いいんじゃないですかねっていうレベルで強いカスタムになっております。で、栄光弾で見た目もなんかね、グロテクスで、グロテクスでなんか、紫の血みたいなのも出てくるし、すごいいい武器なんじゃないでしょうか。ということで、皆さん、お疲れ様でした。